社会保険料ってぶっちゃけ税金ですよね。社会保険制度につきましては、疾病等のリスクに備えてあらかじめ保険料を負担するということで、保険事項に対して必要な給付を受け取る仕組みでございます。ご指摘の医療や年金を保険料の拠出に見合った保険給付を受ける形で設けているものでございまして、社会保険制度として保険料を負担いただいているという認識でございます。社会保険料って社会保障のための目的税って扱いになると思うんですけど、違うんですか？繰り返しになりますけれども、社会保険料はあらかじめご負担をいただくことで、保険料をお納めいただいた方が保険事項に対して必要な給付を受け取る権利を持つ制度でございます。一方、税は特別の給付に対する反対給付としてではなく、公共サービスを提供するための資金を調達する目的で私人に課する金銭給付ということでありまして、たとえ目的税であったといたしましても、その税を納めることが特定の給付の支給のために要件とはならないことから、社会保険料とは区別されるものだと認識しております。給付の権利をもらうっていうのはその通りだと思うんですけど、じゃあ消費税について教えてください。消費税は全世帯型社会保障制度を支える財源って政府の人は言ってると思うんですけど、それじゃあ消費税は社会保障のための目的税なんですか？消費税は委員のご指摘の通り、急速な高齢化などに伴い社会保障給付費が大きく増加する中におきまして、全世代型社会保障制度を支える重要な財源と位置づけられております。で、平成24年の社会保障税一体改革におきまして、消費税は社会保障4経費に充てることが消費税法の第1条第2項に明記されておりますので、社会保障目的税化されております。了解しました。今の話を前提に財務省のホームページを見ると、社会保障制度の基本は保険料による支えですが、保険料だけだと現役世代に集中しちゃうんで、税金や借入金当ててます。多くは借入金に頼ってるんで、将来世代に負担を先送りしている状況です。高齢化に伴い社会保障の費用は増え続け、税金や借金に頼る部分も増えてますってことが書かれてるんですね。国債に頼ってる状況なんで、将来世代の負担になってるって説明だと思うんですけど、国債の償還って新しい国債を発行してるって事実になってるんで、次の世代の負担にはなってないっていうのは財務省は認識してるはずなんですけど、なんでこのホームページの内容って矛盾してないですか？お答え申し上げます。ご指摘の通り、国債償還にあたりましては、60年償還ルールに基づきまして、税収等を財源とする一般会計からの債務償還費を繰り入れているほかは、ご指摘のように国会においても財務省から答弁している通り、主に仮開催の発行により財源を調達しております。もちろん仮解散の発行による国債償還の財源を調達する場合には、償還のタイミングで国民の皆様に税金等のご負担をいただくわけではないという意味ではご指摘の通りでありますけれども、金利上昇局面においては、借り換えに伴い将来の利払い費が生する点や、将来仮に政府の債務管理について市場からの資金調達が困難となれば、経済社会や国民生活に甚大な影響を及ぼすことになり得る点にも留意が必要であり、将来のいずれかの時点で国債の償還を行う際に国民の皆様に対して税金等でご負担をいただくことにも必要になるものと考えておりまして、社会保障等のために国債を発行することは、発行した国債を償還する際の財源が仮改正であるか新規国債の発行であるかを問わず、将来の世代の負担となり得ることに変わりがないと考えており、国会における答弁とご指摘のパンフレットの記載については矛盾するものではないと考えております。何言ってるかわからないですけど、ちゃんとわかるように説明してもらっていいですか？次の世代の負担っていうのが、今は国債発行でお金を調達してるけど、償還期限来たらそのお金を返すのは次の世代の税金で返すっていうのが前提ですよね。それ以外の負担って何ですか？もう一回申し上げます。繰り返しになりますけれども、先ほど申し上げてます通り、金利上昇局面において仮開催に伴いですね、将来の利払いが上昇する、もしくは将来仮に政府の債務管理について市場からの資金調達に困難な状態が生ずるとすればですね、失礼しました。将来仮に政府の債務管理について市場からの資金調達が困難になるような場合を含めて考えますと、経済社会や国民生活に甚大な影響を及ぼすことになり得る点も留意が必要でございまして、将来いずれかの時点で国債の償還を行う際に国民の皆様に対して税金等でご負担をいただくことも必要になるものと考えております。今の説明だと実体経済の説明になってないと思うんですけど、利払いの話されたんですけど、利払いを受ける人は誰かっていうと日銀ですよね。日銀に入った利払い費は経費除いて国庫に入るって仕組みになってるんで、政府の負担にはなってないと思うんですけど、金利が上がろうが国民負担の分にはなってこないんですよ。さらに将来資金調達ができないって話されてましたけど、では市場からできないって話されてると思うんですけど、
政府が発行した国債を市場が買わないってどういう事態なんですか。マーケットで政府の発行するその国債債券が売れないというのはどういう状況であるかというご質問ございました。堅いのご質問でございます。大変いろんな状況がありうるとは思いますけれども、要するにその将来その債券が自分のところ買ったにもかかわらず償還を受けることができない、あるいは利払いを受けることができないといったような認識が広くマーケット関係者に広がっているような場合、例えばそういうような場合にですね、国債が売れにくくなるというような現象が起きるというふうに考えます。国債を市場が買わないって状況を想定されているのに、いろいろな状況があるって答えられても困るんですけど、具体的に教えてもらっていいですか。国債償還は国の義務なんですよ。その償還の財源は新たな国債と入れ替えてるだけですよね。で、国債を受け取らないってどういう事態かっていうと、円そのものを受け取らないって事態ですよね。買うのは銀行を、銀行が自分たちの持ってる日銀当座預金、要は現金そのものっすよ。現金そのものには金利ってつかないんですね。金利のつく商品が出てきたら金利のつく商品に入れ替えるは至極当然ですよね。これが通貨発行の原理になるんですね。それを受け取らない事態ってどういうことを言ってるんですか。ただいま先生がご指摘のその事態、それはまさにそういうことがないようにですね、政府、債券発行当局であったり、あるいは通貨管理当局としてはそういうようなことがないように日本銀行とも協力しながらですね、財政金融政策の運営をしていかなければならないということだとは思いますが、ただこのようなその債券発行あるいはその金利の上昇、仮にですね金利の急激な上昇という局面が続くならば、いつまでもこれはこの債券が返ってくるとは限らない、あるいは利払いを受け取ることができないかもしれない、政府はしっかり頑張りますと、そういうふうにやりますというふうにもちろんそのような意思を持って臨むわけでありますが、マーケットからはこれは怪しいのではないかというようなそういう疑念が広がるという事態になった場合には困難になる可能性もあるというふうに考えてございます。市場がそういうふうになるんじゃないかっていうので、国債の格付けされた時に何言ってるのってことですよ。自国建て通貨の債券発行してる限り債務償還不能になることありえないって財務省の人が言ってたっすよね。厳しいご質問ご指摘だと受け止めておりますし、そのようなことがないように政府としては全力を尽くすということでございます。苦しい答弁やめて事実認めたらどうすか。面白かったら登録しちゃってください。